2023年2月8日、5チャンネルにこんなスレが立った。低学歴な大学生を切り捨てる、就活、学歴フィルターの過酷な実態。学歴は重要なのか、早速スレを見ていこう。学歴フィルターは2000年代前半にハスデに定着した就活スラングです。学歴フィルターについては、差別的との批判がありますが、一方で、学歴フィルターについて、むしろ公平、とする意見もあります。実質的な学歴フィルターで最も利用されるのが適正検査です。難関大生の一部と中堅以下の大学生の相当数は数学が苦手であり、適正検査では低いスコアしか出ません。企業側は、この適正検査で志望者を大きく絞り、その上で書類や面接による選考に入ります。この方法だと、企業側はスコアの低い学生を容赦なく落とすことができます。それでいて、あの企業は学歴差別をしている、などと批判されても、いや、きちんと適正検査で公平公正に選考をしています、と反論できます。学歴フィルターの何が悪いの？学歴なしでも活躍するやつはそもそも大企業に入らなくても成功するだろ。階級社会化しやすいからじゃね。学歴は親ガチャで決まるんだから。いや、国立とかなら貧乏人でも入ってるやつはいるじゃん。逆に親ガチャとか関係なくなんで頭悪いやつを採用しなきゃいけないの？そもそもの教育内容が頭に入ってないならテストやっても無駄じゃん。大体学歴ない新卒って何ができるの？学歴ない分どこで評価すりゃいい？親の環境で大学行けなかったやつが大学生並みの基礎知識を持ってるの？ジョブ型だから学歴じゃなくて何ができるかで採用だよ。あと何が好きか？結果高校学歴うちは国立や慶応も採用してるけどそれだからいい人材だとは思ってないよ。だからお前ら高卒が何ができるのか聞いてるんだが、そもそも学歴とか関係なく何かしらのスキルがあるやつは現段階で普通に就職はできてると思うし、高卒が持ってるスキルを大卒で持ってる人も5万といるだろ。はぁ？なら大卒の過半数はいるアホは何ができるんだ？言ってみろよ、高卒でもできる仕事しかやってねえだろが。仕事の質の問題ではないよね。人材の質の問題で、高卒の仕事やらせるにしても質のいい人材を取りたいなんて当たり前だよね。学歴高いほどバカ。よう、低学歴。学歴フィルターとか使用人の分別でしかないんだよね。親が会社してれば余裕のコネ入社名ばかり社員余裕。そういうしょぼい会社には行きたくない。せめて東証プレミアム。家に車速ゲットありがとうございます。自力じゃない自慢できるのってマジですごいと思う。羨ましい。コネ金枕、どれか一つでもあれば世の中なんかちょろいからな。ちょろいのを自慢できるメンタルが羨ましい。僕なんか苦労してゲットしたのしか自慢できんわ。家電買うときはブランド買いするじゃん。自分が低品質学歴だったら選別されるのは当然だろ。サムスン商品って世界的ブランド品だけど日本人は避けてるじゃん。サムスンよりブランド価値が落ちる日本製品買ってるだろ。それと同じだよ。日本の高学歴もサボりのアホしかおらんのだから避けた方がいい。高学歴のサボり連中は効率的にサボる術を持っている。何回な事業にそいつを当てると、効率的に解決する方法を乱すかもしれん。意味わからん。じゃあ東大とかの方が暗記マシーンの低品質バカだから切り捨てられる対象だな。あの大学、暗記で、入れると思ってんのか。暗記で、入れたとしても、卒業はできんよ。論文こそ暗記コピペ勝負やんけ。マジでこう思ってるんだ。低学歴って本当に無理。高学歴の役目は社会を向上させていくこと、低学歴の役目は社会を接続させていくこと、日本は高学歴が30年間も役割を果たしていない。高学歴は社会全体から見れば少数で、日本は第二政民主主義を採用した国家なので、多数の低学歴が選んだ政治家が舵取りを間違えて、30年間失敗しとるんよ。高学歴の官僚組織が機能していない。人事権を握ってやりたい放題してた政権が、長く日本を動かしてたからな。エフラン卒は大卒にあらずか。誰でも入学できる学校で4年間遊び続けたやつなんか正直いらんしな。高卒のがマシだったりする。学歴フィルターもあると思うけど、デブフィルターもない？うちの会社は正社員はデブいないけど、アルバイトは極端に太ってたり痩せてたりする人多い。面接官してたけど一時面接のチェック表には、容姿、があったよ、5段階評価。あるに決まってるだろ、女だと顔もあるよ、雰囲気に似たギャル系美人しかいない個人経営のコンビニが近所にあった。男も顔あるよ。男も容姿フィルターあるよな。不細工な男は認めたがらないが。そして男は化粧等でごまかせないからきついな。最近は男も整形してるし化粧もするからな。決して日本人男性の整形は少なくないよ。若者はむしろありえないぐらい増加してる。親戚が大手某企業の役員で、高卒で5年ぐらいフリーターやってた娘をコネ入社させてたし完全に世の中をやがちゃよ。役員の子供なんて実力ないと役員が辞めた瞬間に出向や子会社移籍が待ってる。就職先がないよりいいかもしれんが安泰かどうかは本人による。本人も周りからコネだって、見られるから直部に辞めるし、大した部署につけないだろ。大抵人事部とかの間接部門で、つまらないサラリーマン人生だわな。今時、大卒、
手だけではなぁ、表大卒、中身小卒レベルのチンパンゴロゴロいるし。うちの妹の彼は医大生なのに、盲腸が右か左かどっちにあるか知らなくて、妹も呆れてた。F ラン行くなら高専行けよ。は？高専って簡単に入れると思ってんの？高専って偏差値65以上の学校がほとんどだぞ。すごいバカだろ、お前。高専は卒業するのも難しいし、どこも体育会系だから、それが嫌になって退学する人も多いね。雇ってもらう立場で勘違いしすぎ。能力あるなら自分で稼げばいいだけ。こういうゴミクズがいるから俺が憲法の中で一番軽視しているのは納税の義務。憲法改正して雇用の義務にしろと。年齢不問パートですら人を寄り上がって落としやがったからもう探すことすらしてやらんわ。生活保護もらいます。低学歴なのが悪いだけ。チャンスは平等にあった。親ガチャ、同級生ガチャ、不平等、廃論派。それって企業のせいじゃないから。だから？お前の発言に対する弁明になってないぞ。野球チームを作るときに野球やってませんという、ひょろがりと元プロ野球選手どっちを選ぶんだ、という話と同じだろ。ひょろがりから鍛えようと思うのはいない。昔は鍛えてたけど今の企業は即戦力みたいなのを採用する傾向で時代が違う。巨人みたいに他所から即戦力の強打者買いまくっても、勝てないのが面白いところでして。これは日本文化だから、これでいいの。AI でさらにフィルタリングすればなおよし。基準は AI ですで丸く収まる。それで日本が成長してるならいいんだが、絶賛衰退してるからな。この文化含め国として正しいのかマイナスなのか AI にジャッジしてほしいわ。やる気のない高学歴、やる気のある低学歴、どっちが企業にとってメリットあるのかな。やる気のあるバカは余計なことしかしないから、やる気のない高学歴に確実な仕事してもらった方がいいだろ。何のための偏差値だってことになるしな、能力の数値化だろ。それ入学時なんだよな、卒業時の偏差値はわからない。そんなものに頼る企業はちょっと先行きないな。入学時の偏差値で授業のスタートが決まる。バカ大学は半年ないし1年を高校の復習から始めるんだぞ。留年フィルターの方が有効だと思う。留年する奴は仕事が遅くて納期を守れない。発達障害の可能性がある。こんな奴らは採用しない方がいい。サイバーエージェントの藤田社長は留年しているが。藤田は麻雀に狂ってたからだろ。そもそも経営者の素養と社畜の素養は全く別物だ。労働しない大卒がまた朝から集合してんの？高卒しかいない職場で大卒は働きません。大卒はこういうやつ多いね。勉強だけ得意で物を知らんくせにレッテル貼りしながら歩んでいき歪んだヘーターとして完成する。大卒って有名企業に向けて就活したやつほど誇張や多少の嘘を織り込んでる癖が身についちゃってるからね。頭の良さで差別するのが政府なら、顔の良さで差別するのも政府にはならんの？年齢とか性別とかも政府にせんとおかしいやん。知識に関しては差別とはいくね。頭いい奴がやる仕事を頭悪い奴がこなせるわけないしその逆もある。それなりの機能を求めてる会社がそういう人を採用したいだけでは。生まれ持った頭の良さを認めないタイプ？高学歴なんてどうでもいいくらい生まれつき頭いい奴なら他で成功するっつか自分で起用するんじゃね。低学歴で会社作って東大総計だらけみたいなクソ会社を駆逐したらいいのに。仕事で高学歴の大企業社員が、低学歴の公務員、中小企業社員に頭下げて、仕事もらう状況なんていくらでもあるよ。大学生の時に頑張ったことは？部活、サークル、バイト、リーダーやってました。こんなやつ採用するかよ。される。人と協調できる人を選ぶ傾向にある。学歴フィルターとはコツコツと努力できる能力を測るものです。書類選考ではとても効率的な指標です。まあそうですよね。そもそも論ですが、会社に欲しい人材を会社側が設定するのは当たり前で、低学歴は自分の会社には不必要と言ってるんだから、何が問題あるんだと。学歴社会の会社になんとか引っかかったとして、その後の仕事もずっと比較されるんだし、そうじゃないところに行った方が健やかな人生になる、って優しさでできてるのが学歴フィルター。それはあるかもな。自分は一応口に出しても恥ずかしくはないくらいの学歴だが、これまでの、人生ではむしろ、お前そんな大学出たのになんでこんなことやってんだとか、頭はいいのに、なんでこんなことできないんだとか言われることのストレスの方が多かった気がする。日本は雇ってもらうため、選んでもらうための学歴。これなんだよね。解雇規制官はされてないからゴール地点が大学受験から就職あたり。その後もやる気があるならいいが、いい進わって規制無視化するのがゴロゴロいるという。外資みたいに年齢が高いだけの無駄な高給取り切れないと循環しないから成長できなくなるわな。どこの集団も最初はそれが好きとか興味がある奴が損得抜きに集まってスタート。次にそれが金になると分かったりに里い賢い奴が群がって発展する。発展した後はそこに勤めれば安泰と思うボンクラがやってきて最初の奴らは抜けて右往の衆になり潰れる。営利非営利問わずよくあるパターン。だね。多分大事なのは努力の方向性。椅子に座りたいための身に努力すると、国や国民のために働くわけじゃないって政治家みたいなことになり、そんなんばかりになると全体は沈むと。多様性を失うと、変化に対応できなくなるよね。
中国韓国にボロ負けした日本の大手電機メーカーのことですね。短大准教授の俺が低学歴の実態を教えてやろうか。頭が悪い、家は貧乏、人生への絶望感がセットでついてくる地元の最下層の若者を寄せ集めたのが短大。学生の大半は本当にアルファベットが書けない、掛け算は離散ができない、死後を注意するとうるせえよ、死ねえよと逆切れ、ほぼ全ての学生が劣等感をこじらせており、バカにしてんじゃねえぞが口癖。あまりにひどい学生に単位負荷を出そうとすると事務長からとにかく単位は出してくださいと要請。教室内で凄惨ないじめが公然と行われ、それを止める術もなく、被害者学生は中途退学、卒業式に暴走族がやってくる。こんなのをどこの一流企業が採用すると思うだろうか。すげえなおい。一昔前なら工業高校の日常だよな。それが大学にスライドしてるのか、全く意味がないな。高校生と違ってさらに年取ってる分、最悪だな。ここまで来ると親もこいつに学歴は金と時間の無駄ということに気づいてさっさと高卒で社会に出してほしいよな。エフラン大なんて行き場のない研究者の職のためにあるもんで学生のためではないのも事実だが。エフラン以下大行くくらいなら高卒で公務員になった方がいいと思う。おっしゃる通り、警察や消防等の現用公務員になった方がよっぽどマシよな。貧困になることもないし、安定してるから結婚もできるだろうしね。低学歴な大学生取るなら、高学歴な高校生取った方がはるかにいいもんな。早く鍛えられるし。次元の違いというのは認識した方がいいと思うぞ。どっちが優れてるとかじゃなくてな。何言ってんだこいつ。学歴の工程って大学のレベルの話だっけ？日本ではそうよ。だってエフランなら金さえ払えば苦もできない人間でも大学に入って卒業できるんだぜ。大卒そのものには意味がない国、日本は。どこの大学卒かが学歴なの。学歴の意味が昔と変わったのね。わし高卒30代非正規でハゲてるけど必ずチャンスが来ると思ってるよ。もうチャンス知らない間に来て、気づかないでスルーしているから、そういう結果になっている。人事の保身でしかないからな。まあ有名大卒採用しておけば、使えなかった時に言い訳が立つからね。大卒、僕たちは高卒ができない仕事をやってる部費。ただの思い込みです。高卒にも教えてたら大体できるようなことしかやってません。ガチの理系集団だと大学に行ったのは白付けじゃないんだなって程度には違いがあるらしいが、法学部で2金の計算させても高校生と変わらんのは当たり前。特に文系は大学で何を学んだかなんて考えない配属をするからそんな現象が起きて当然。でもそれは経営者が悪いのであって本人の問題とも言い難い。いやいや何言ってんの、今の高卒の子は自分で計算なんてできないよマジで。単純な事務仕事ですら爆死する。底辺大学も同じ。学問やりたくて大学行ってんのに、就活とか学歴とか使用抹殺のおまけやろ。学問やりに大学入ったつもりはないな。就活予備校として俺は駅弁国立に行ったよ。結果として知識と経験は身についたけどね。大学に入る俺の目的は、学歴人脈、生涯の友人、学問、だったわ。まあ低学歴がいくらここでほざいても就職できることはないんだなこれが。派遣でこき使われるのがオチ。負けた側は一生生ポイカの派遣奴隷。悪いのは、解雇しにくい労働法なんだけどな。企業はだから自営するしかない。それは大手だけ。雇われの 90% 以上を占める中小企業は、バンバン首切ってるぞ。おとなしく高卒にしとけいいのになんで低ラン行くかね。低ラン業区くらいなら高校に来る求人票で仕事探しなよ。学校の先生も協力してくれるし。就職した後の給料の伸びや昇進の速度に大きな影響が出る場合が多いからな。同じもしくは多少上回る実績を残しても、後から入社した大卒の連中の方が自分を追い越していくことが少なくない。こんなことばっかりやってて人材だのなんだの言ってるんだもんな。人材を探す側の目立って曇ってるはずだわ。そういう考えで学歴問わない会社も増えてはいる。ただ、大きい組織になるほどすぐには変われない。すでにいる人たちのアイデンティティの否定につながりかねないし、それを恐れる人は少なくない。学歴ってある程度は人の努力の証でしょ？何が悪いの？親ガチャが大きいかな。親ガチャ外れを引いた人は採用したくないな。473とか。親ガチャ外れ引いて高卒やエフランに入る人間なんて何するかわからんから仕方ないわ。真面目で能力があるなら親ガチャ外れ引いてもまともな大学に行くだろうしな。ごちゃんおじさんの学歴コンプレックスは異常。お前も年取ればわかるよ。学歴なんか何の意味もないから。年取ってからは意味ないけど、若いうちは重要だからな。結局こういうことしても日本の企業は没落していく一方だったな。低学歴が優秀なら低学歴が企業作って低学歴だけの会社作ればいいじゃん。なんで高学歴が作った会社に乗っかろうとしてるんだ？ホンダもパナソニックに代表されるような大企業にも中卒、高卒が作った企業が多数あるだろ。高学歴になればいいじゃん。一生のうち十数年勉強頑張ればいいだけだろ。まあその通りなんだけど今時転職したり起業したり高卒でもなんとかなると思うけどね。なんとかなるし逆転も全然できるんだよな。奨学金付けの低学歴な大学生って見てて面白いよな。
借金持ちの人間ほど奴隷として使い勝手がいいものがないからな。国策でやってる。たまに低学歴な奴が、私の目を見てください、やる気だけは負けません、とか気合の入りまくった奴が面接に来るが、経験上、大体そういう奴の 90% は地雷なんだよな。気合でなんとかなる仕事なら体育会系の経歴ある奴採用したらいいからな。怪我や故障で泣く泣くプロ諦めた学生とか。学歴しょぼいなら資格取れよ。仕事でガチで使える資格は学歴か実務経験が必要だから就活には使えないな。入社までは学歴フィルターあるけど入ってからは、横一線スタートだよ。まあそもそも学歴フィルターでスタートラインにも立てないことが問題なんだがな。入社時点ですでに差をつけてる企業もあるでしょ。総合職の中ですら採用時点ですでに横並びじゃないと思うよ。別にそれは間違ったことじゃないと思うけどね。バカみたいな大学行かずに就職しなさいよ。ブルーカラーが日本では不足してるのよ。ましてや貧乏人が奨学金まで借金して、なんか狂ってる。中途半端な次第に進むと、ブルーカラー界隈の情報が来ないし、民間のエージェントもうさんくさくて信用できない。業界に進みたくても文句の叩き方がわからなくて年を重ねることになると思う。学歴じゃなくて資格重視にしろよとは思う。大学偏差値が仕事のできるできないに関わらないのはもうわかりきってんだから。資格ってむしろ地雷だと思うけどな。やりたいことが決まっててそれに関連する資格を取ってるのは評価できるけど。学歴と同じで知名度の高い資格はフィルターに使用できる。日商簿記2級はフィルターとしてかなり優秀。バカは学習段階で挫折するちょうどいい難易度。もちろん資格内容によるけどね。学生時代何もしてこなかった人が最後に頼ろうとするのが資格取得ってのもあるあるだからな。仮にフィルターがなかったとして、学歴を伏せた状態で面接したら結果として高偏差値の大学に偏るよ。それはないな。中卒から大卒まで平均的になるよ。正直、大企業行ってもつまらないよ。やりたい仕事がやりたいようにできる可能性はゼロだから、それよりベンチャー立ち上げて好きな仕事した方がストレスない。本当に優秀な人はそれだろうな。法務経理とか社則で役所と変わんねえしな。まあ不正すんのいるから仕方ねえけど。いい大学に行ってる奴に限って勉強しかやってないから世間知らずで社会的な偏差値低く使えない奴の多いだろ。最初からフィルターかけるとか大手企業もバカだけどな。まマンガ、勉強だけやっていればいいのよ。って何でもやってくれるからキモいのも多いと思う。バイトできてるマーチ文系の子、授業で洋画見てその感想を書いて出すのが期末の課題だって。学装だけど、つまんなそう。暇なのかバイトと劇団活動ばっかしてるわ。マスコミ系の講義の課題ならそう言われるぞ。もちろん小学生の感想文みたいなのでは単位はもらえんと思う。コミュ障フィルターの方がえぐい。学歴あっても死ぬほど落とされる。コミュニケーションが苦手という人にどういう仕事を割り当てればいいの？何ができるの？って話、報酬に見合う仕事ができることを証明できれば雇うところはあるだろう。新卒は大半が素人ですが。だから？それこそコミュニケーション能力の話になるだろ。素人を育てなきゃいけないのにコミュニケーション能力の低いやつと高いやつのどっちを取るかって話。容姿フィルターの方がエグいわ。美人でスタイルいい子はすぐいい企業決まってた。日本人で美人でスタイルいいのなんて 1% もいない希少な存在だからな。男だって長身イケメンでマーチくらい出ていればすぐ大手に決まるぞ。栄養で使えるからな。少なくともこんな時間にのんびりごちゃんやってるやつは採用しない方がいい。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、58分、34秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。